ねえ、今更かもしんないんだけどさ、拡張現実技術って言ったっけ？それって実際どんなんなわけ？確かに新世界ゴーグルとかいうものは終わりから受け取ったけど、まだ肝心の拡張現実というものは見せてもらってないわね。確かに拡張現実技術による新たな世界を切り開くのならば、一度体験しておきたいところではあるな。ヘイジ君は今日実際に浅草の街で体験したんだよね。プログラムの実験をしたんだから。だったら早く言いなさいよね。で、どうだったのよ。ヘイジ、ちゃんと説明するのだ。ほう、まさかこんな近くにあの禁断のマジッケの被験者が隠れていたとはな。これは話を聞かねばなるまい。デイジ君、新世界ゴーグルでどんな光景を見たのか、みんなにズバババって説明しちゃおう。それよりも、ユーノさんの素晴らしい活躍の話をしましょう。昼間の実験は確かにすごかったですけど、それ以上にユーノさんもすごかったんですよ。ユーノ何かしたっけ？ほら、僕が実験中に倒れかけていた時に、かき氷をかけて助けてくれたじゃないですか。それに内輪でずっと仰いで応援してくれたり、僕があんなに人通りの多いところで頑張れたのも、ユーノさんの素晴らしい活躍のおかげですよ。いや、そんな素晴らしいなんて言われると照れちゃうな。でもレイジ君の力になれたのなら、ユーノすっごく嬉しいな。お、素晴らしいって言ったら、レイジ君が実験で見た素晴らしいものが何だったのか、ユーノそれが気になってるんだよね。ユーノが素晴らしいのなんて当たり前じゃない。私の妹なんだもん。それよりも実験で見た素晴らしいものの話をしなさいよ。あなた、もしかしてこの変態と共謀して何かいかがわしい実験でもしたんじゃないでしょうね。我が輩は消えておらんぞ。まさか二人だけで異世界ロロロへの扉を開いてしまったというのか。レイジーよ、覚悟はできておろうな。返答次第では地獄の炎で焼き尽くそうぞ。ファイアそこまでだ。それ以上レイジ君を追求する必要はない。今から新世界ゴーグル、そしてワールドプログラムによる拡張現実のデモンストレーションを始めるからな。え、本当？やった！ほうほう、ついにこの時が来たか。これは心して望まねばなるまいな。拡張された現実、少し面白そうね。興味が出てきたわ。でも尾張さん、大丈夫なんですか？ほら、昼間の実験の時、ワールドプログラムが暴走しちゃったじゃないですか。ああ、原因が熱暴走なのであれば、昼間に比べて基地の室温も下がったし、もう心配はいらないだろう。お
い、ダニチカ、そっちで適当な VR ゴーグルを調達できるかい？できれば外部カメラがついてるタイプだ。大丈夫なのだ。そんなのは研究所の中にゴロゴロしてるのだ。じゃ、今すぐ探してくれ。見つかったらお前さんの PC に接続するんだ。そっちのポートは俺が遠隔で開けるからさ、研究所のサーバーを踏み台にして繋いでしまおう。相変わらずむちゃくちゃだな。証拠が残るとターニャが後で怒られるのだ。そんなヘマはしないよ。よし、それじゃあ各自新世界ゴーグルを持って再び集合しよう。タニチカ、ちゃんとこちらとリンクできてるかい？大丈夫なのだ。ちゃんとつなげたのだ。お前たちの声もゴーグルから聞こえているぞ。よし、それでは拡張現実のデモンストレーションを始めよう。ワールドプログラム、スタンバイ。プログラムの起動準備は整った。あとはボイスコマンドで起動させるのみだ。ボイスコマンド？めんどくさ。あんたが適当に操作して起動させりゃいいじゃない。ボイスコマンドこそ男のローマン！それがわからないとまだまだ修行が足らんな、浅野。あたし女子だし、そんなロマン分かんなくて当然だし。言うのは面白いと思うけどな。ではこの中の誰かにプログラム起動の栄誉を与えようではないか。さあ手を挙げる者はいないか。我が輩にやらせてくれ。ならばいるか。任せたぞ。チェンジザワールド、それがプログラム起動のボイスコマンドだ。了解じゃい。チェンジザワールド。おいおい、それじゃさすがに無理だろ。ちゃんとチェンジザワールドって。我が輩たちは今、電子の海に漕ぎ出そうとしているのか。皆の者、出航の準備を。まあ、ちょっとドキドキはするけど、この程度じゃね。拡張現実っていうには、まだほど遠いんじゃないかしら。世界、ターニャは退屈だぞ。早く何か面白いものを見せるのだ。分かっている。この新世界ゴーグル、そしてワールドプログラムの真のポテンシャルを今こそ見せようじゃないか。モグラルスの迷宮か。まさか生きているうちにここを訪れることになろうとは。
これは…さすがにすごいわね。研究所の中がダンジョンなのだ。おお、世界、これはすごいのだ。本当にすごいのはこれからだよ。そろそろダンジョンにはつきもののモンスターにご登場を願おうじゃないか。さあ諸君、セクシーでエロエロなモンスターとごくごく普通なモンスター、どっちか選んでくれたまえ。世界、そんなことは聞かずもがなだ。すべてはアカシックレコードに最初から刻まれているエロエロなモンスターだとな。レイジ君、君の意見は？そりゃあ、まあどちらかといえばそっちの方が興味あります。いやね、変態菌がここまで増殖していたなんて。火炎放射器でもあったらすぐに焼き尽くしたい気分だわ。ユーノやタチアナだって見るのよ。エロエロなモンスターなんてありえない。そんなの出したらセクハラでぶっ飛ばすからね。仕方ないな。今回は普通のモンスターにしておこう。とでも俺が言うと思ったか。デモンストレーションではセクシーでエロエロモンスターが登場するとずっと前から決めていたのだ。あれれ、なんかおかしくなっちゃったよ。オワリさん、これって昼間の実験の時と同じですよね。あ、ワールドプログラムの暴走だ。クソ、どうしてこうなるんだ。ちょっと、真っ暗になっちゃったじゃない。どうなってるのよ。またプログラムの強制終了か。しかも今回は外部モニター機能まで行っちゃったみたいだね。ほう、我が輩たちは暗黒世界ダークネスダークに誘われてしまったか。闇を晴らす奇跡の石、シャイニングストーンを見つけなければ。イルカさん、こんな時に適当なこと言うのはやめてくださいよ。つまりどういうことなの？このまま蒸し暑いゴーグルをかぶってても何も見えないってことよ。さっさと外しましょう。どうしてまたプログラムの暴走が起こる？ちゃんと検証してバグはなかったはずなのに。おい、タニチか？少しプログラムを見てくれないか？お前の目から見て何かおかしな部分があるかどうかを教えてほしい。おい、タニチか？聞いているのか？くそ、接続が切れているじゃないか。タチアナのことだから寝落ちでもしたんじゃないの？仕方ないな。ターニチカには後でもう一度連絡を入れてみることにしよう。ワールドプログラムと新世界ゴーグルがこんな状態ではもはやデモンストレーションは不可能だしな。今日のセブン評議会はこれでお開きとしよう。それにしてもおかしいぞ。一体何が原因だと言うんだ。
私たちの意見も聞かず堂々とセクハラしようとしたから、神様の罰が当たったんじゃないかしら。きっとそうね。これに懲りたら次は普通のモンスターを見せなさいよね、変態。でもユーノはセクシーでエロエロなモンスターちょっと見たかったのにな。ユーノ、ただひたすらに求めよ。さすればいつかお前の望むものは目の前に降臨することだろう。そんなに見たいかね、ユーノよ。ならば特別だ。そのエロエロなモンスターの 3D モデルデータを見せようではないか。見せんでいい。っていうか見せるな、この変態。おう、ピザがなくなっている。この中に消失の能力に目覚めた者がいるようだ。いや、普通に食べちゃっただけですから。あ、こっちに少し余ってますから、どうぞ。あ、レイジー、冷蔵庫からビール持ってきてくんない？会議終わったんだからもう飲んでいいでしょ。喉越しがたまんないのよね。で、このビールまだ残ってたんだ。さあ、よくわかんないですけど、それいつも飲んでるやつですよね。うん、そうだけど、でもさっきコンビニで売り切れてたから違うの買ってきたんだけど、ラッキー。言ってね、ユーノのおすすめはイチゴ&メロンのスペシャルブレンドだよ。なるほど。つまりそうか。悪くない。それじゃあ、お先に失礼します。
僕、相当疲れてるみたいだな。きっと何かの間違いだ。そうに決まってる。嘘だ。嘘だ、嘘だ。なんだこれは！